さあどうぞ。変な話ですけど、職人さんぶん殴っちゃうようなタイプだったんですよ。だったら僕には何が作れるんだろうってことを考えたんですよ。ただの臆病戦略なんですよね。2500万ぐらいかけて作ったんですよ、店。それを半年で一回やめました。パニック障害だったんですよ。人と比べるっていうことをやめてから、なんかすごく幸せになった気がします。だからやらなかったことが失敗ですね。僕飲食店をそもそもそのやろうと思ったのが中学校3年生の時なんですね。で中学校3年生の時にその親友の、その金子のご実家が飲食店をやっていて、当時ですね、そのお父さんがベンツに乗ってたんですよ。でその大きいベンツに乗ってて、そのベンツがかっこいいなと思って、で俺も飲食店やったらこんなベンツ乗れるんじゃないかなと思って、そしたら俺こんなかっこいいベンツ乗ってみたいから絶対飲食店の社長になろうってその時決めたんですよ、中学校3年生の時に。そんな簡単なきっかけなんですよ、きっかけは。そうです、もう絶対飲食店で独立してやるんだって決めて、それで高校までは親に行けって言われていて、で高校の時もその親友の金子くんの家で、アルバイトさせていただいて、勉強させていただいて、でいよいよ卒業っていうタイミングが近づいてきた時に、やっぱり親は大学も行けって言うんですよ。だけど、僕はもう絶対飲食店で独立するって決めていたんで、もうやはり大学は行かないで僕は独立するために飲食店で修行するという話を父と母にしまして、で父と母も、お前がそこまで言うんだったら分かったということで承諾してくれたんですね。で当時ですね、その父の知り合いの方が、飲食店を10軒ぐらいやられてる社長がいらっしゃって、でそこで修行をさせていただいて、それでラーメン屋さんではないんですよ。そこは居酒屋さんとか料理屋さんとかっていうのをやって10軒ぐらいやってる会社だったんですけれども、そこで修行させていただいて、で25歳の時にラーメン屋として独立させていただいたと。でなぜそれが居酒屋さんで修行してラーメン屋さんだったのかっていうところなんですけれども、そこに関してやっぱ当時僕若かったんですよね。それで一応店長とかマネージャーみたいなことを20歳の頃からやらせていただいて、で20歳とか21とか22の時もそんなことやってたんですけれども、やっぱり居酒屋さんとか料理屋さんって職人さんを使わなければならないんですよ。でやっぱり板前さんって職人さんじゃないですか。でその当時の、まだ若かった子供だった僕には、その板前さんっていうかその職人さんをやっぱ使い切れなかったんですよ。うまくやれなかったんですよ。変な話ですけど、職人さんぶん殴っちゃうようなタイプだったんですよ。それで職人さんが上がられちゃったら店回らないんですよね。なんでそんなことで繰り返しだったんですよ。とにかくもう毎日職人さんぶん殴っちゃうみたいな、なんで俺の言うこと聞かねえんだみたいな、で向こうもこのクソガキみたいな感じで殴り合いになっちゃうみたいな感じの毎日だったんです。それでやっぱり僕はだったら職人さんに牛耳られたくないなと思ったんです、店を自分で独立して。だからだったら自分が職人になるしかないなと。だったら僕には何が作れるんだろうってことを考えたんですよ。自分にはもう何が作れるのかなってことを考えたんですよ。で散々考えて、でその時当時流行ってたのはビアードパパっていうシュークリーム屋さん、それから花丸うどんさんがまだ出てきたばっかりだったんですよ。それからラーメンが流行ってたんですね。でやっぱり一品だったら僕自分で極められるんじゃないかと思ったんですよ。一品だったら居酒屋さんとか料理屋さんって前菜も作んなきゃいけない、何もメインとかいろいろ作んなきゃいけないじゃないですか。だけど一品だけだったら僕極められると思ったんですよ。だから一品で勝負したいと思ったんですよ。その一品を極めるためには何が必要かって考えた時に、やっぱりその自分で息を長くやっていける商売で、なおかつ好きなことじゃなかったら続かないと思ったんですね。それがシュークリームとその讃岐うどんの花丸さんとラーメンだったんですよ、最後に絞ったのが。じゃあこの中で僕が本当に極められて自分が一生懸命打ち込めるものは何だろうって考えた時にラーメンだったんですよね。それがそれでラーメン屋として独立するっていうことを決意したっていう、そんな感じなんですよ、流れとしては。いやーもうね大変でしたよ。
大変でしたよ。本当にもう最初の25歳で、まあ、独立するから前の会社はまあ24歳ぐらいで辞めてるんですけども、そこからやっぱ独学ですよね。ラーメンの作ったこともないし修行もしたことないんで、もう独学で、当時はインターネットで今みたいに作り方なんか載ってないわけですよ。なんかありますよね、今レシピのなんかいろんなの、ああいうのはなかったんで、とにかく北海道から九州まで食べ歩いて、とにかく自分の美味しいっていう味覚のレベルをもう上げるしかないんですよ。自分の味覚の感性を、美味しいものを知れば知るほど上がるじゃないですか。それで、いや、まずは自分のその味覚の感性を鍛えて、それでまあそこから、いろんな本を読んだり、テレビを見たり、ラーメン屋さんに行っちゃどうやって作ってんのかなってこう寸胴の中覗いたり、まあ、そんなことの繰り返しをしながら日々ラーメンを毎日作ると。で、作っていろんな方に食べていただくんですけれども、僕もいろんな美味しいところを食べてるから、自分が作ったものがなかなか美味しいって思えないんですよね。まあ半年ぐらい経つと大体の人はみんな美味しいって言ってくれるようになったんですよ。だけど自分はどうしても納得できないわけですよ、それを食べても。それなぜかって、いろんな全国の美味しいラーメン屋さんを食べ歩いてるから、ちょっとやそっとの味じゃ自分で満足できないようになっちゃったんですよ、舌が。それが良かったと思うんですよね、自分では。そのおかげで、そのこれでもダメだこれでもダメだっていうことで毎日毎日作って、1年かけてようやくオープンまでこぎつけることができたっていうような味ができたっていう感じなんですよね。そうですね、わりかし最初からうまくおかげさまでいきましたね。で、1店舗目はもううまくいって、すごい軌道に乗ったんで、そしたらそのすぐ目の前の物件が空いたんですよ。うちのすぐそばの物件がちょうど10坪ぐらいなんですけれども、で、僕当時、そこに他のラーメン屋さんが来たらどうしようって怖かったんですよ、自分では。もっと有名店がそこに出されたらどうしよう、目の前にって、すごい怖くて夜も眠れなかったんですよ。それでもううち潰れちゃうって思って夜も眠れなくて、だったら考えてみたら自分でやりゃいいやと思ったんですよ。もう一軒やっちゃえと、そうやったらそこで俺が目の前で自分が、だけど目の前で同じ味をやるわけにはいかないんですよ。だったら味を変えてやったらいいじゃんって自分で思ったんですよ。それで最初日本そば屋やったんですよ、そば屋さんをやったんですよ。で、ただラーメンも勉強してなかったけど、勉強すればできたから、そばだって極められるはずだと思って、そばを勉強して、そこから物件借りるだけ借りてで勉強したんですけど、やっぱりね、二足のわらじは履けなかったんですよ当時。赤字ではなかったんですけど、自分が思うような店にはならなかったし、そばも散々食べたんで、どうしてもやっぱり自分の納得いく味にならないんですよ。で、やっぱりそれが嫌で2500万ぐらいかけて作ったんですよ、店目の前に。それを半年で一回やめました。それで、でもそこでまた俺が辞めて他が入ったら同じことになっちゃうじゃないですか。だからよし、やっぱりラーメンだと、俺にはラーメンしかないと、じゃあラーメンをやろうってなって、じゃあ何ラーメンをやるんだってなった時に、当時僕味噌ラーメン大好きだったんですよ。で、よし、じゃあ味噌ラーメンだと思ってやったのが今の味噌の庄っていうあのラーメン屋さんなんですよ。で、そこからもう今10年以上経ってますけれども、おかげさまで順調に。だからみんなドミナント戦略とかって言ってくださる方いっぱいいらっしゃるんですけど、どうやってそのドミナント戦略出来上がったんですかってよく聞かれるんですけど、結局僕の臆病から来てるだけで、ドミナント戦略でも何でもないんですよ。ただの臆病戦略なんですよね。臆病戦略がたまたまドミナントになっただけで、本当に全然そんなになんか経営の勉強とかしたこともないし何でもなかったんで、ただの臆病戦略です。それ僕本当にもう生まれてからずっと運がいいんですけど、これもまた運が良くて、僕その当時居酒屋さんで修行させていただいてる時に、朝築地行って、あの築地から帰ってくるとビラ巻きをやってたんですよ、ランチの前に。そしたらその当時僕が担当させていただいてたお店の1階が不動産屋さんだったんですね。で、僕が朝早くからこうビラ巻きしてると、
そこの社長が出勤してくるわけですよ、不動産屋の社長が。で、あ、今日も頑張ってるねなんて言って飴玉とかくれるんですよ、僕に。ガムとか。多分当時僕もまだ二十歳そこそこだったから、まあ、不憫に思えたんですかね、真冬とか寒いし。で、そうやっていろいろくださったんですよ、あったかい缶コーヒーとか。で、そしたらその社長が僕が独立したって知って、その社長が別のところに物件買ったんですよ、すごい飯田橋のいい場所に。そしたらその社長が久々に電話かけてくださって、あ、辻田君って、あの、独立したんだってねって、よかったら僕いい場所に不動産買ったから、君が使わないって言って僕に声かけてきてくださったんですよ。それで飯田橋のすごい場所なんですけど、今の飯田橋店なんですよ、うちの。そこはその社長が僕を信頼して貸してくださったっていう流れで、本当運がいいなと思いましたね。と、まあ、18からずっと現場入って、あの、仕事させていただいて、で、まあ、今じゃちょっと考えられないですけど、当時は飲食店ってもうブラック企業って当たり前だったんですよ、まあ、ブラックどころかもうマッドブラックですよね、もう本当にそれくらい真っ黒だったんで、休みはね3日しかなかったんですよ、年間で3日しか休みなかったんですよ、360日働いてっていう生活をしてた。で、帰りももう終電なんかないんですよ、だから店に泊まるっていう生活だったんですね。だから洋服って着たことがなかったんですよ、制服以外。本当に洋服なんて僕ね、着たのはね、で、独立してからもその流れが続いてるから、洋服って着たのって多分28区ぐらいからですよ。それまで洋服なんか着たことないですね、制服以外着たことなかったです、これ本当なんです。だけどでもやっぱりそれくらいやっぱやってきてよかったなって今は思いますよ、当時。28歳の時にね、もう3軒か4軒お店やってたんですよ、僕。それでそうすると1店舗にいらんないんで、3軒4軒をこう回るようになったんですよね。自分のこう下に店長がそれぞれいて、こう回るようになったんですよ、店を。で、ある時僕が店の前に行ったら、店の外ですよ、まだ。そしたら従業員が丼を落として割ったんですよ、僕の目を見て、緊張のあまり。で、それを見た時に、あ、これは僕が現場に入ってたら、毎日ですね、やっぱり従業員のスタッフの方とかが萎縮してやっぱりできないのかなと、まあ、それ僕も悪いんですけれども、やっぱ当時の僕にはそういうやり方しかできなかったんですよ。だからあんまりこう現場に入るというよりかは、オープン前とか現場が終わった後とかに顔出して、それでみんなとコミュニケーション取っていった方がいいんじゃないかっていうふうに思って、それで徐々にそこから現場を少しずつ少しずつ抜けていったんですよね。だから18から28までの10年間っていうのはびっちり現場に入ってましたね。だけど、28区ぐらいから徐々に抜け始めたっていう感じですかね。29歳の時にその現場を徐々に離れていったら時間ができたんですよ。そしたらその時にたまたま自分のラーメン業界の先輩に、千葉木屋さんっていうラーメン屋さんがあって、千葉さんっていう方が社長なんですけども、そこの社長は何をされてるかっていうと、葛西で千葉木屋っていうラーメン屋さんやってらっしゃるんですけれども、毎年ですね、アメリカのロサンゼルスと、西のロサンゼルスと東のニュージャージーでミツアマーケットっていうスーパーマーケットがあるんですよ。で、そのスーパーマーケットで毎年祭事をやられてるんですよ。スーパーマーケットってものすごく大きいんですよ、アメリカですから。で、中にフードコートなんかもあるようなそのスーパーマーケットなんですね。で、そこの一角をお借りして、要は、まあ、日本から美味しいものが来たよっていうような感じで、うまいもの市っていうこうイベントで毎年招待されてたんですよ。で、千葉さんとお付き合いするようになったら、千葉さんの方から、いや、辻田、あの、今年一緒に行かねえかって声かけてくださったんですよ。で、自分も、いや、もうぜひ勉強させていただきたいんでよろしくお願いしますっていうことで、その時千葉さんについて勉強しに連れてっていただいたんですよ、自分で。ロサンゼルスを見た時に、ラーメン、千葉さんのラーメン屋さんが行列がすごいできるんです。何百人もお客様が並ばれるんですよ。アメリカで何百人も並ばれて1日1000杯出すんですよ。それも日本よりも高い値段で。
それを見た時にすごい食べ物だなと思ったんですよ。ラーメンってこれは世界に出ていける食べ物だと思ったんですね。ラーメンの可能性を感じたんですよ。それでそっから何日かやって落ち着いた時にちょっと今日僕ロサンゼルス見に行ってきますって言って金子と一緒に行ってたんですけど、金子とロサンゼルスのラーメン屋ブワーって見に行ったんですよ。そしたら千葉さんが作ってるラーメンは当然日本でやってらっしゃるから日本のラーメン出してらっしゃるんですよ。だけど僕がロサンゼルスを当時ですよ、当時回った時のラーメン屋さんの味って、まあ、もちろん美味しいところもありましたけれども結構これラーメンっていうレベルのラーメン屋さんが多かったんですよ。でそれを見た時に自分の夢とかへったくれもありますけれどもラーメンがかわいそうだったんですよ。こんな味になってしまったラーメンってラーメンってもっと素敵なものなのにこんなかわいそうな姿になってしまったっていうラーメンがかわいそうだったのとそこで食べてるお客様がかわいそうに見えちゃったんですよ。これをラーメンだと思って食べてらっしゃるそのお客様の気持ちを考えると俺だったらもっと美味しいもん作ってあげられるのにと思ったんですよ。それでロサンゼルスとニュージャージーでイベントが終わって帰ってすぐに金子に多分やれるんじゃないかっていう話をしたのアメリカで。だからすぐもう一回行こうって言って1週間後にすぐまた行ったんですアメリカ。それで誰も知り合いなんかいないですからとりあえず行こうと、行けばなんとかなる、若いからできたんですよ。今はできないですよそんなこと。若いからもう勢いだけはあったんでよし行こうと、とにかく行こうで行って1週間後にで何から始めたらいいか分かんないんですよ。だって右も左も分かんないしどこの土地がいい土地でどこの土地が悪い土地かも分かんない。でもまずは日本で考えたら普通には物件決めるよねっていうところから入ってよし不動産屋に行こうと、あの英語はその時も喋れないです、今も喋れないですけど当時も喋れないです。それでただじゃあ日系の不動産屋さんも当然あるはずだと、だから日系の不動産屋さんに行こうと。それで、リトル東京っていう日本人街があるんですよ。そこに行けば日系の不動産屋さんあるんじゃねっていう感じで金子と行ったんですよ。そしたらですね運がいいことに角にですね桑田不動産って書いてあるわけですよ、日本語ででっかく。これはどう見ても日本人だと、ここだったらいいんじゃないって言って車を止めてレンタカーをで桑田不動産入ったらまあ元気のいい親父が出てくるわけですよ。でその親父がどうしたって日本から来たのかとしたらよしじゃあアメリカでそうやって来るやついっぱいいるから応援してやるって言ってその桑田さんがじゃあ明日から物件店に連れてくから明日朝おいでって言ってでよしこれで桑田さんと知り合いになれたからなんとかなるって言って次の日その桑田さんのところ行ってじゃあ物件見せに行ってくださいって頼んだら一軒目見せてくれたのが今の本店なんです、アメリカの。もう一発目僕一個見せてもらった時にあここだったらやれると思ったんです、一軒目で。でもう他見なくていいですって言ったんです。じゃあ他見ると心が乱れるから、もうどこ見たってわからないんだから直感で行こうと、でもここでいいですと。でそこでもうすぐ契約しますって言って契約書、まあ時間かかりましたけどね、いただいて僕たちも日本帰って弁護士さんにリーガルチェックしていただいたりとかいろいろして、まあ、やり取りがあって契約はしたんですけども、もうそこの場ですぐに僕はもうここでやりますって決めました、うん、でそのアメリカをやろうと思った理由はもう一個あって、もちろんその食べてらっしゃるお客様がかわいそうとかラーメンがかわいそうって気持ちもあったんですけども、日本にいる従業員のスタッフ僕についてきてくれてるやつらにやっぱりラーメン俺たちがやってる食べ物は世界にも出ていけることをやってんだからもっと自信を持ってやろうぜっていうことを証明したかったんです。それもあったんですよ。この2つがやっぱアメリカでオープンさせるのに一番僕がきっかけになった2つですね。やりたくない、もうやりたくない、同じことはできない、もう18歳からもう1回戻って今と同じことはやりたくない、やりたくないしできない。
当時日本でお店が3軒か4軒でアメリカにようやく1号店ができたんですけども、やっぱりアメリカの1軒目作るのに僕いろんなことが分かんないから1億かかったんですよ。当時の僕には今以上に大金でものすごいプレッシャーだったんですね。で日本の3軒のお店はそこそこ、まあ、売れてたんですけども、もしアメリカこけたら日本も全部吹っ飛ぶっていうぐらいお金かけちゃったんですよ。だからプレッシャーもすごかったんですね。である日車の運転してたんですよ日本で。そしたら突然呼吸ができなくなったんですよ。運転しながら意味わかんないじゃないですか。運転したら突然高速だったんですよ。突然呼吸ができなくなって焦りますよね。そしたらたまたま折り口がそばにあったんでもう降りちゃったんですよ。呼吸ができないと思って、で降りて、人間って僕初めてだったんですけど呼吸ができなくなってこう過呼吸みたいになってくると手がしびれて手が固まっちゃうんですよ。こうやって硬直するんですよ。でこのまま 手先も動かなくなったんですよ。それでたまたま当時ガラケーだったんですけど携帯開いたまま助手席に置いてあったんですよ。だからこの固まった手で119番自分でできたんですよ。でスピーカーにして救急車呼んだんですよ、そこで自分で。で救急車が来てどうされましたってなったら、なぜか救急車が来たら安心して治っちゃったんですよ。で救急隊員にどうされましたって言われて、いや突然呼吸ができなくなりましたと。でも今救急隊員の方がいらっしゃったら急に治っちゃいましたって言ったら、あじゃあ、どっかおかしいかもしれないからこのまま乗ってってもいいし、今帰れそうだったら帰ってもいいですよっていうことで、じゃあ今は行けそうだからもう行きますって言って帰って、で後日病院に行ったんですよ。そしたらまあ脳から何から全部検査されて全く体には異常がないと。ってことはもう精神的なことを疑わざるを得ないからって言って心の方に回されたんですよ、病院を。で行ったらもう典型的なパニック障害の症状ですねって言われて、パニック障害だったんですよ。もうストレスがかかりすぎて、まあストレスがかかっても強い人はならないんでしょうけど、僕はやっぱり心がそこまで持たなかったんですよね。それでパニック障害になってしまって、それでねそっから苦しみましたよ。もう人の車は乗れない、閉鎖されてる空間にいるともう呼吸ができなくなっちゃうんですよ。エレベーターは乗れない、密閉されてる空間無理だから、もう飛行機はもうだからアメリカ行かなきゃいけないから、もう行くときはもう無理やり薬飲んでもう行くしかないとか、大変でした。当時もう20階ぐらい20何階に住んでたんですけど、エレベーター乗れないから家まで階段ですよ、そのマンション上り下りも階段で、その20何階まで上り下りする、もうね大変でしたよ。あとはね、なんだろうな、当時人と食事してても突然ね苦しくなっちゃって帰ったりとか、もういろんなそういうね、まあ何ですかね、こうやって今でもね話してるとちょっと苦しくなってきちゃうこともあるぐらい、そのまあ辛い症状だったんですけどね。だけどね、ある時お医者さんに言われたんですよ。もうこれ1回なると結構長いことかかりますよとって言われた時に、もう自分で決めたんです。これはもう受け入れようと、この病気を僕は一生付き合っていけばいいだけだと、こいつと仲良く共存共栄すればいいんだって決めたんですよ。それから人に話せるようになったんですよね、この病気を。それでもう僕はパニック障害だからこいつと仲良く付き合っていくんだっていうふうに決めてからは、結構ね症状が和らいできて、あんまり症状が出なくなってきたんですよ。でそこから徐々に、まあ、良くなってきて、ここそうね、3、4年とか4、5年ぐらいはだんだん良くなってきた感じですけど、でもやっぱ30から36、7ぐらいまではやっぱ一番きつかったかもしれないですね。まあその時にやっぱり一番支えてくれたのはやっぱ家族であり、うちのまあ奥さんなんですけどね、やっぱそれでやっぱ支えられてだいぶ楽になりましたね。やっぱその存在大きかったですよ。ですね、徐々に話すようになったんですよ。最初は人に言えなかったんですよ、実は。なんかね、最初は人に言うのが恥ずかしかったんですよね。なんか僕そんな、こうなんていうのかな、まあなんていうのかな、
自分でそのなんかプレッシャーに負けてる自分がかっこ悪くて人には話せなかったんですよ、それを。だけどそれを家族に話し、まあその親友の金子に話しって言って、話して周りに分かってくれる人が出てくると、だん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 自分の心も楽になってくるし、もう受け入れようって決めてからいろんな方に話せるようになったから、どんどんこう楽になったんですよね。だからそれからですけどね、楽になったのは、なんだろうな、僕もその例えば最初はですね、そのまあベンツ乗りたいとか、いい車乗りたい、いい暮らしがしたいとかっていうふうに、こうなんかいろんなことをこう自分の中で考えて、やってきたんですけど、でも結果それがですね、それをやることっていうのが結果自分を不幸にしてるなってことに気づいたんですよ。で結局それ何かって、自分を人と比べてるんですよね。やっぱり人と比べて僕はまだまだだとか、それがいいことに働くこともあると思うんですけど、でも僕はなんか人の、まあ、それぞれの考え方なんですけど、僕はなんかそれってそうじゃなくて、その人らしく生きてればいいんじゃないのかなってことに気づいて、だから僕は僕らしく生きようと。だから別にベンツの、だ例えばフェラーリ乗ってる人もいる、ブガッティ乗ってる人もいる、なんかもうねすごいランボルギーニ乗ってる人もいる、でもそれはその人たちがハッピーで乗ってたらそれはいいじゃん。でも僕は何に乗りたいんだろう、その人たちはもう全く関係ないと、僕は僕だっていうふうに思ってから、人と比べるっていうことをやめてから、なんかすごく幸せになった気がします。だから自分を人と比べて生きるんじゃなくて、自分は何なんだろうってことを自分に問いかけて生きてるやつが一番ハッピーだなっていうことが、なんか僕は気づけてから一番幸せな気持ちになれたかなと思いますね。ありがとうございます。でも話すこと全部話す OK ですか？おー、ありがとうございました。すみません。人生で一番の失敗って何かあるの？人生で一番の失敗、あこれ失敗したな今までで。人生で一番の失敗、あるわ。これ何かってことは内容は言えないんですけど、僕の人生で今一番失敗したになって、ただ失敗とは思ってないんですよ。今のところの失敗です。これからやればいいだけの話なんで。それはやらなかったことです、あることを。それについては今のところ失敗だと思ってます。だけどこれからやればそれは失敗じゃなくなるんで、これからやろうと思います。だからやらなかったことが失敗ですね。